どうもお疲れ様です今日は9月8日朝6時になりますけども相場解説としては今週一番難しい日になると思います月火水はねテクニカルの通りだったんでとりあえず倍に入れとけば利益は取れたと思いますし思った以上に利益が取れるチャンスだったのに慎重になりすぎてね儲け損なった部分はあると思いますけどもまあやりやすかったんじゃないかなっていうのはあの先週から予告した通りだったと思います さあそれでね木曜日に口先介入が入った後の相場ってのがちょっと慎重にならざるを得ない横ばいに向かいましてそして金曜日ですよね金曜日今日なんですけども今日はね8時50分からいきなり材料なんですよ今日足を見ていただいてますけども相変わらず日足を見ると上昇傾向にあるのは同じなんですがただ口先介入の危険な水域に入ってるんであの倍の方向にね 上昇方向に資金が入りにくくなったなっていうのはあるんですよ。そこに来て、こういう材料が今回、今日はスタートします。8時50分に2つの大きな材料、GDP が入ってますよね。これによって、1時間を先にお見せしますけども、1時間のこの横ばい相場がですね、レンジを黄色で書きますけども、どちらかに大きくぶち抜かれるっていうふうなところが、まず考えられます。 ここっちの方なのかこっちちのののの方方ななかか当然上の方に跳ねすぎるとこれ介入がかぶさってくるかもしれないんで超要警戒なんですよ、うん、特にこの前なんて金曜の「今日はもう終わったよね」「介入なかったよね」ってとこに抜き打ち的にザクッと入るでしょまあ介入なんて抜き打ちで入んないと意味がないんでね介入がありそうだなと思って私たちトレーダーも構えてますけどもおかしなポジション入れられると介入の意味がなくなっちゃってただ 投資家を設けさせるだけみたいになっちゃうからね、うん、だから急激な円安に対抗するためにせっかく市場に、うん、介入するのにあの元も子もなくなっちゃいますからねだから抜き打ちでやるのはしょうがないんですけどもできればその抜き打ちを利用したいなと思うのはあなんかねあずるい考えなのかもしれませんけどもまあ稼ぎたいですもんねじゃあ4時間の方を見ていきましょう 4時間を見ると、高根県でダブルトップが見えたようにも見えます。ダブルトップってのはこういう風な形もね、ダブルトップっていうんですけども、一旦突き上げて、下がったんだけども同じようなところまで行ってまた下がるみたいなね。で、しかもこれ高根県で出てますから。だからテクニカル的に見ると、4時間ならね、下がっていくことも大いに見えてくるってことです。ただその下がりが一時的なものなのかね。 そうではなくって、上位の足、つまり今見ている4時間から考えると、1日足に影響を及ぼすぐらい大きく下がっているのかってところは見極めなければならないってとことですね。まあ、今のところね、大きく下がるほどの高根県でのダブルトップには見えないんですが、ただ相場は何が起こるかわかりませんから、例えばここを越えたら大きく下にあの舵を切るよみたいなポイントはね、儲けとってもいいと思います。例えばこういうところですね。こういうところを、 線引いて、ここを割ったら、大きくセルに動くと思って、ついていこうみたいにね、決断するってことはあります。もしくは、このポイントです。移動平均線をまたいだところで、大きくセルに変わっていくっていうふうに考えるのも一つの手ですね。ここからドーンと下がるみたいな。いずれにしてもすぐに結論が出る話じゃありません。じゃあ1時間の方を見ていきます。1時間の方ですが、 昨日はね、レンジで考えていったのがベースで、安値が切り上がって、ここから下の方に値が下がらなくなってきたんで、上にブレイクするかなと、今までの経験から思ったんですけども、大してブレイクせずに、逆に下の方に時間をかけて潜っていってしまったってことですよね。そして、数時間前に相場解説をした際は、ここ止まりだったんですけども、今ここに跳ね返るように、 上昇してますよね、まあ、つまり今の時点ではレンジオプションが復活したってことになります維持されてるってことになりますけどもただ材料が入るとこれが壊れるかもねってことをね今回お話しさせてもらいましたそれでは8時50分の材料が過ぎて9時半なり10時落ち着いた時間にまた放送しますんで今しばらくお待ちくださいではお疲れ様です